さて今回は喉を開けるのを勧められてやったけどという動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回ですね、コメント欄に来た質問にお答えしたいと思います。この方はですね、ありすぎる疑問、よくサックスは喉を開けて吹こうと言うけどどうなの、確かに良いことですが喉ばかり意識すると吹いてられないので実際は、という動画にコメントいただきました。この中でね、確か色々喉のねことを説明してると思いますけど、その中でこの方の場合ですね、多分歴20年ということで、上級者になったらいろいろね、喉のコントロールの練習っていうのはまあ必要になってくるので、まあ、やってみたけど不具合がいろいろ起きるというところでですね、質問いただきましたので、それの解説とか回答をしたいと思います。喉のねことをやり始めると一時的に双方がちょっと混乱すると思います。その理由も含めてお伝えしていきたいと思います。サックスの音がですね、上から下まである程度出るようになって、もっと音色を良くしたいとか、中上級者になっていろんな楽譜を吹いててですね、ちょっと吹きにくいとか、あともっと音色を良くしたいとかですね、テクニックを向上させたいという方は最後までご覧ください。それでは質問内容の方行きたいと思います。いつも楽しく拝見させていただいてます。私もサックス歴20年近くなります。同じように喉を開けて吹くことを勧められてやってみたのですが、口が緩んでしまうのとロングトーンで音が揺れてしまいます。喉が原因か分かりませんが、音揺れして安定しません。またロングトーンも長く吹けず、すぐ息がなくなってしまいます。改善する方法がありましたらご教示くださいということですね。はい、どうもありがとうございます。この方のねおっしゃってることは非常によく起きることです。喉のことをやり始めると、まあ、非常によくあることですね。こちらにちょっとまとめましたけど、まずサックス歴20年ということで、喉を開けると不具合がってことですね。で、3つ症状を書いていました。丸1が口がまず緩んでしまうと、で2が音が揺れる、これはロングトーンの時ですね、音が不安定になるってことですかね、まあ、こんなこうやって伸ばすのがこうグニャ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 ーってね、まっすぐ出るべきとこがグニャグニャグニャーってなるってことですかね。それで次が3番ですけど、ロングトーンができず息がすぐなくなるってことですね。そういうことが起きてて、でこれが質問としてなんでですかってことですね。回答としましては、喉の練習はマウスピースやオーバートーンがおすすめって書いてます。これをね練習として進めたいんですけど、まず3つの症状の理由ですね、それをねまず説明していきます。まず1つずついきますけど、901のところの口が緩むというのは、これね喉と口がごっちゃになってると、喉を開けようとしたら要するに口が開いちゃうんですよ。日常生活でですね、僕らその喉だけ開けるとか、口は閉めてるけど喉をおーって開けるとか、まあ、ないじゃないですか。だから喉を開けるときおーとかね意識するんですけど、そういうときに口もおーって開いちゃうということですね。喉だけが開かないということですね。それに対しての対策はね、ハミングが有効です。ハミングっていうのはふーんってね、口閉じて音出すやつですね。ふん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 とかやって鼻歌でね、ハミングで歌ったことあると思いますし、小学校中学校とかで音楽の授業で合唱の曲をやってる時に、ここはハミングですよとか言ってやったことあると思います。そのハミングはですね、喉だけを動かして音程作ってます。ふん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 とか歌ったりしたら、今のふん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 っていうのは喉だけ、口は閉じてますから、ふん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 、喉がねボコボコこう動いて、それで音程を作ってるんですね。これがですね、その要するに喉を動かすイメージになってくるわけですね。次2番ですけど、音が揺れる、これロングトーンの時ってことですけど、これはですね理由としては、口が緩むと息が取られるって書いてます。これね、口が緩むとですね、穴が大きくなりますね。穴が大きくなったら息の通る量が増えるじゃないですか。だから普段吹いてるより息がビューって取られるかのようになくなっていくということですね。これもだから喉と口の動きがごっちゃになってるからってことですね。で3番ですね、ロングトーンができず息がすぐなくなる、これも2番と一緒です。口が緩んで口の穴が大きくなってるから息がいっぱい出ちゃって長続きしないってことになりますね。要するに今見ていったことっていうのは、喉は喉で動かして口は口で閉じとかないといけないってことになりますね。それを練習するのは、前から僕はねこのチャンネルでもう口酸っぱく言ってます。マウスピース練習とか、あとこれもよく言ってますけど、オーバートーン倍音練習ですね、が有効になります。じゃあこの一つ一つねちょっと見ていきますけど、まず1、これねマウスピース練習で2オーバートーンって書いてます。それぞれ見ていきましょうか。じゃあまずマウスピース練習ですね。これは文字通りマウスピースだけで吹くってことです。これでインCのドからですね吹いていくんですけどね、
普段はこの銅の音しか言ってません。でもこの方はもう歴20年ですからベテランの方なんで、その続きの話もねしたいと思います。でまずね 442Hz で C の音、コンサート C の音鳴らしてます。この音ですね、このブレスアタック、タンギングなしでフーで鳴らせるようにするわけですね。まずこの音を鳴らそうとしたらですね、息の強さ、息の圧とか量とか、あと口の締め具合ができてないとこの C にならないんで、まずこの C を出せるようにしてください。でここからですね、この方向ける練習になりますけど、例えばこれをね、ここ書いてますけど、ドシラソファミレド、音階を吹いていくんですよ。こんな感じで、今ちょっとこのドシラソファミレルでさらにシラソまで吹きましたけど、これぐらいはね慣れると出ます。まあこれやり方としてはね、喉をコントロールしていくんですよ。喉をだんだんこう開けていくみたいな感じで、その音程を狙っていくんですけど、その時に口が連動しちゃうんですね。で口が連動してもうある程度出ちゃうんですけど、それがドシラソぐらいは口が緩んでもなんか出たりします。ただこっから下のファミレドになったら、口が緩んだら音がピーって外れてまず出ないです。だから音階をね綺麗に吹けるようにしていくと、要するに口がね緩んでたら吹けないから、口が緩まずに吹く練習になるじゃないですか。それで口と喉をちゃんと使い分けて上手に吹いていく、口はちゃんと締めてキープしてるけど喉だけで音程を出していくと、喉のコントロールが効くようになるということですね。喉を開けるっていうことが、ちょっと説明としては半分合ってるんですけど半分間違いというかね、例えばフラジオとかね吹く場合っていうのは、喉を開けたからって出るわけじゃないんですよ。喉を締めないといけない場面もあって、要は喉の柔軟性なんですよ。開けたり閉めたりが音によって自然に動くような状態、柔軟であることが大事なんで、喉を開けたからいいって話じゃないですね。そこで僕も20代の時に喉を開けたらいいと思い込んで結構堂々巡りをした経験がありますけど、結論としては喉は相手に越したことはないけど、必要な場面では高い音を出すためには喉を閉めたりとか、いろんな音を出すためにいろいろ変えないといけないですから、だから喉が開きっぱなしってことはまあありえないかなという意見に落ち着いてます。なのでこれ非常に、だからある意味で誤解を招きやすい言葉ですね。喉を開けるというのは誤解を招きやすい表現になります。喉が自由に動くことが、まあ、望ましいということですね。はい、そう捉え直してもらったらいいかなと思いますね。ということでマウスピース練習ね、これ頑張ってやってみてください。結構ね出ないかもしれないですけど、まあまあやってたらそのうちだんだん出るんじゃないですかね。とりあえずね、だからドシラソを目指してください。ソまで出して次ファー以降はほんまに喉じゃないと出ないですから、まあやってみるといいですね。次2番のオーバートーン、これもね腰痛に喉の練習なんですけど、これは基本ってね、この C フラットのね指使いのままこの続きの音をねこう吹いていくと、これ各倍音になってるんですけど、ちょっとやってみますけど、オーバートーンシリーズ倍音列って言いますけどね、こんな感じで今ねこれをつらつらっと吹いてみました。この時もですね、口が緩んでたら出ないです。喉仏のねあたりをちょっとこうコントロールして、まあ、吹いていくんですけどね、こういうのやると喉の柔軟性が得られるんですよ。でそれは当然口がちゃんと閉じたままっていうことで、その口は閉じたままで喉を自由に使えるようになっていくためのストレッチみたいなもんですからね。でこれを吹いたところでスッと出るわけじゃないんで、いろんな練習のやり方があります。それは僕の動画でフラジオとかオーバートーンの再生リストがあると思いますので、そちらを見てまたいろいろやってみてください。あとはデイブ・リーブマンのサクソフォン上達法とかですね、あとはまああったらぜひ買っていただきたいですけど、ユージン・ルソーのアルティッシモの本とかですね、何冊かサックスのオーバートーンのやり方の本がね値しますので、そういうの手に取ってもいいかなと思いますね。ということで以上ですね、この方の質問に対しては、症状としては喉を開けようとすると口が緩んじゃうから、その対策としてはマウスピースとかオーバートーンの練習をやってみてくださいということですね。でこれやると音色がねめちゃくちゃ良くなります。喉が使えるようになるってことは倍音がねたくさん出るようになるんですよ。倍音が出るってことは音色が良くなる。
になります。豊かになって通る音になります。小さな音で吹いてもちゃんと存在感のある音が出せるようになるので、無理して頑張るバカ吹きみたいなのも全然なくなっていくと思います。気持ちよくね吹けるためにこういった練習をやってみてください。であと最後星印のところですけど、日々のウォームアップでコツコツでやろうということで、こういう練習はですね歯磨きみたいなもんなんですよ。だから毎回必ずコツコツやることが大事です。ですぐに結果が出にくいものですから、長い目で見てちょっとでもね出ればいいってことでやってみてください。この練習をすること自体が音が出なくても喉を動かすいい練習になっていきますから、必ずねこれ長期的に見てもらったら結果も出てくると思いますので、ぜひコツコツ長い目で取り組んでみてください。ということでですね、この方の中参考になれば幸いです。こんな感じですね、サックスに関することであれば何でもコメント欄の方に書いていただきましたら随時こんな風に動画とかテキストで返信していきます。あとですね、今月2024年4月27日にプラジャナ大阪でジャムセッションをやります。ジャズのアドリブとかですね、ファンクのアドリブとか、アドリブをマスターできるようになりたい人の場として始めますので、ぜひ皆様ご参加ください。あとセオアニのマウスピース選定ですね、実際日々いろいろご相談ご依頼を受けていろいろやってます。あとチャンネルメンバーシップもいろいろやっておりますので、もろもろですね概要欄の情報がありますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。